管理空港である。那覇市の北西約 60km に位置するアグニ島の中心集落から北東約 2km に所在する。第三次空港整備後可燃計画及び沖縄県新港開発計画に基づき、1976年12月に建設工事に着手し、1978年7月滑走路 800m で共用を開始した。 2021年7月、第一航空によって、那覇空港との間で、チャーターによる固定翼機の不定期運航が3年3ヶ月ぶりに再開されている。なお、運航機材は約60日ごとに点検整備が必要と決められており、その都度約2週間程度の運休期間が設けられる予定である。また、アグニ村において行事等がある場合は、 運行期間や運行時刻が別に設定されるなど、柔軟な運行を行うことになっている。定期便は就航と撤退を繰り返していた。2015年8月に発生した事故のため運行を休止。2018年1月に運行を再開したものの、同年4月から再休止している。第一航空は4月27日に沖縄からの事業撤退を表明し、 同年6月に沖縄事業所を閉鎖したことから運航再開の目途が当時立たなくなっていた。2020年10月、経営体制の変わった第一航空が2015年に東空港で発生させた同社の航空機事故を起因とする県の補助金減額は一方的で違法だとして沖縄県を相手に起こした損害賠償請求訴訟の取り下げの動きを進めた。 結果、第一航空代表と副知事の会談が行われ、アグニ、那覇路線を含む離島便再開への議論が行われた。その後、再開に向けて、検討は進展し、さらに早期就航を優先したため、当面は運航費への国庫補助対象外となるチャーター方式が採用された。今後は、利用状況を見て、定期便化し、その後、国に、 補助の承認を求める予定である。年間利用客数は国内1枚2449人。アグニ空港付近の空中写真。2008年10月30日撮影1977年撮影の造成建設中のアグニ空港付近の空中写真1978年の開港以来、滑走路は800メートルで運用されてきた。琉球エアコミューターによる ブリテンノーマンアイランダー引退後の2009年に沖縄県とアグニ村によるアグニ空港協議会が設置され滑走路の延伸が検討された計画案では会場の埋め立てを伴う原滑走路を両方向に延長する A 案と滑走路の向きを西側に回転して陸域だけで滑走路を整備する B 案の2案があった しかし、延長に必要な土地の地権者が探し出せない等の問題が発生し、延長計画は頓挫した。2018年4月以降の運行再開の目途が立たないまま、同年5月に新空港ターミナルビルの供用が開始された。なお、ターミナルの建て替えのため、2015年4月からは、プレハブ広報の仮設ターミナルで運営されていた。 1978年の開港と同時に、南西航空のアグニ・ナハセンが就航。その後、路線を引き継いだ、琉球エアコミューターが長らく、ブリテンノーマンアイランダーを運航していたが、運航乗務員の定年退職や、滑走路の1200メートルへの拡張工事が、使用機材のデハビランドカナダ DHC-8 への変更に間に合わないことを理由に2009年6月に、 運休し、同年6月19日より第一航空が路線を引き継ぐ形で不定期運航を開始した。2015年8月28日、那覇発アグニ行きの第一航空101便が、アグニ空港の着陸時に滑走路から逸脱する事故が起き、アグニ那覇線は長期にわたり運休することとなった。2016年8月には、第一航空が、 操縦士の新規雇用や訓練等を進め、順調に行けば2017年7月に運行を再開したいとの意向を沖縄県及びアグニ村に示し、2016年11月には国土交通省は2017年秋に運行を再開させる計画であると報じられた。しかし、2017年11月になって第一航空から再開は、 翌年にずれ込むとの見通しが示され、実際には2018年1月15日に同年3月までの期限付きで約2年5ヶ月ぶりに那覇便の運航が再開された。赤字補填協議が難航した結果、4月1日からの運航は休止。4月27日に第一航空が沖縄からの撤退を表明し、その後事業所を閉鎖。 運行再開の目途が立たなくなっていた。ありがとうございます。